クルック軍はアメリカ合衆国ワイオミング州にある軍。2005年の推定人口は6182人で、軍庁所在地はサンダンスである。クルック軍は1875年に組織された。軍名はアメリカ陸軍巡将のジョージ・クルックにちなんだもので、彼はインディアン戦争の指揮官だった。アメリカ合衆国国勢調査局によると、 この軍は総面積7435平方キロメートルである。このうち7404平方キロメートルが陸地で31平方キロメートルが水地域である。総面積の0.42%が水地域となっている。クルック軍の人口ピラミッド2000年現在の国勢調査でこの軍は5887人2308世帯。 および1645家族が暮らしている。人口密度は1平方キロメートルで0平方キロメートルの平均的な密度に2935件の住居が立っている。この軍の人種的構成は白人97.86%アフリカンアメリカン0.05%先住民1.02%アジア系0.07% その他の人種0.25%及び根結0.75%で人口の0.92%がヒスパニックまたはラテン系である。人口のうち34.1%がドイツ系 14.、14.6%がイングランド系、7.8%がアイルランド系、6.8%がアメリカ系移民の子孫である。 2308世帯のうち32.30%は18歳未満の子供と暮らしており、62.30%は夫婦で生活している。5.40%は未婚の女性が世帯主であり、28.70%は家族以外の住人と同居している。24.90%は独身の居住者が住んでおり、 10.30%は65歳以上で、独居である。1世帯あたりの平均人数は2.51人で、あり、家庭の場合は3.01人である。軍内の住民は26.90%が18歳未満の、未成年、18歳以上24歳以下が6.60%、25歳以上44歳以下が24.60%、 45歳以上64歳以下が27.20%及び65歳以上が14.70%にわたっている。中央値年齢は40歳である。女性100人ごとに対して男性は1 0 2 4 0人にいて、18歳以上の女性100人ごとに対して男性は101.80人いる。 この軍の世帯ごとの平均的な収入は35,601ベ米ドルであり、家族ごとでは43,105ベ米ドルである。男性の34,483ベ米ドルに、対して女性は18,967ベ米ドルの平均的な収入がある。この軍の一人あたりの収入は17,379ベ米ドルである。人口の9.10%及び、 家族の7.8%は貧困線以下である。18歳未満の9.90%及び65歳以上の11.80%は貧困線以下の生活を送っている。デビルズタワー町その他、ワイオミング州クルック郡の基礎情報。全国カウンティ協会。2008年8月22日閲覧。アメリカ合衆国国政調査局。 2008年11月9日閲覧。ありがとうございます。